せーのせーで、こんにちは、姉です。妹です。みやゆです。イエイ。今日は姉妹の日常です。姉妹の日常です。暑い。ちょっと訳あって、お姉ちゃん今日ちょっと顔が大丈夫そう。映れる顔してるから。大丈夫だよ。メイクはあんまりしてない感じなんですけど、まあ、これにも日常がありまして、この後ね、はい、行くからね。とりあえず暑いのに飲み物を何も持ってないので、アイスコーヒーを。宮優姉妹の一日はまずコンビニからスタートします。はい、ということでコンビニに行きます。行きます。パンパカパーン。こっちには映ってんの。暑いです。暑い。匂いが夏休みなんだけど、わかる？日ばかりの匂いと虫の匂いみたいな。で、今日はまず何をするかというと、はい、はい、じゃーん。ショッツの新作の T シャツができたので、商品画像、写真を撮りに来ました、もうそこのベンチにさ、荷物置いてさ、撮ろうよ。これ撮ればいいか。見て、夏休みなのにさ、全然遊んでない。暑いもん。うん、だよね。なんかワンちゃん、ね、お昼買ってきて食べるって思ったけど無理だわ。ね、これはちょっと無理だよね。じゃあ、撮影しまうん、一回見てみよう。いいね。行きまーす。はい。いいよ。なんか手の動き欲しいかも。手の動きって何ですか？適当でいいよ。なんか上にウィーってあげるとか。よきよき。よい。見えやすいロゴが。で、ちょっと肩が丸くなっちゃうから。あ、そう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 。そうそうそう。あ、ちょっと待って。不自然。いや。あ、いい。かわいい。ロゴが、いい感じ。よし。見てみてください。ずっと片足立ちできる。どうですか？あ、え、いいじゃん。めっちゃいいよね。いい。よき。いい。そしたら、どうする？次は、ね、これ？あ、そうだね。ハンガー掛け写真を撮ります。うつどりと緑。かわいい。これは私が激推ししたから。激推しね。で、はい、結構無難。黒に真っ白。無難だから、やっぱ私が激推ししたから。で、これめっちゃかわいい。私これ結構好きだよ。茶色、秋まで着れる。これで茶色めっちゃ私激推しした。全部ね。全部2人の激推しでーす。かわいい。でもめっちゃかわいい。頑張ってまーす。でっかめの虫がブンって言ってきました。あ、やっぱり外撮影は私は相変わらずのライオンですね。とりあえず撮影終わりでーす。ボサボサ。髪ボサボサだと思うけど、まあしょうがない。あー、暑かったー。暑いけど、でもめっちゃいいの撮れた。なんかいい、いいっす。楽しいです。いい感じ。お昼ご飯です。お昼ご飯です。すごいね、ギリギリでお時間。結構予定詰め詰め。お昼ご飯はなので、ちゃちゃっと食べます。今日は初めての針美容針っていうのかな。美容針をちょっとね、やってみようかなって思ってて、なんか結構、なんだろう、シワとか、ハリとか、筋肉のコリとか、いいな。そう、艶とか、なんか内側も表面も良さそうな感じだったの
ので、ちょっととりあえず、まあ、お試しな感じで一回やってみようかな、うん、みたいな感じです。なんかさ、よくさ、あの行く前の顔と帰ってきた顔みたいな、一回で結構シュッてなる人とかもいるんで、目がパッチリしましたみたいな。自撮りで来る。うん、自撮りで。オッケー。てな感じで、お姉ちゃん、今日お姉ちゃんだけなんだよね、それ行くの。そう、お姉ちゃんだけで、私はその間時間つぶしに買い物に行くね。いいね、行ってらっしゃい、うん。じゃあお昼を急いで食べたいと思います。パンパカパーン。自由に着きました。どんな価格？はい。前の車に人がいるので気まずすぎます。GU で。ハワイアンエアラインとコラボしたなんか商品が結構前に出てたので、まだ在庫あるお店を見つけて買いに行きたいと思います。見てから買うの決めようかな。靴下は欲しいと思って、とりあえず靴下は買うのは決めてるんだけど、なんかセットアップがあって、でもそのセットアップがちょっと迷ってる。ちょっと高い、ちょっと迷ってるんですけど、試着して買いたいと思います。いかに口を動かさないで喋れるか勝負になってる。行ってきます。バイバイ。パンパカパーン。来ました。めっちゃいい買い物できました。よかったです。特に喋ることありません。靴下を2個買いました。あとパジャマみたいなセットアップを1つ買いました。試着はできませんでした。パジャマ系でなんかセットアップだとさ、なんかくっついてるからさ、試着とかできなくてさ、試着しないで、うん、まあ、大体って感じですかね。大体のサイズ感で買いましたということで戻ります。靴下がね、めっちゃ可愛くて、でなんかそのハワイアンエアラインと関係ない普通の無地の靴下なんだけど、なんかさ、絶対スニーカーとかに、オレンジの靴下なんだけど、スニーカーとかサンダルとかでオレンジ履いたらめっちゃ可愛いかなと思って、190円になんか安くなってたから買ってみました。カモローがいる。じゃあねー。パンパカパーン。さあ、もう夕方です。買い物とかして、うん、まあ、あっという間に時間が、あっという間に時間が夕方ね。はい、ご帰宅っちです。ご帰宅っちです。帰宅っち、帰宅っち。針良かったよ。良かった。美容診って言うんだって。美容バリじゃないの。バリじゃなかった、わかんないけど美容診って言ってた。え、言わなかった、間違ったの。美容針お願いします。あ、言ってない、言ってない。あの、あ、針の。あ、よかったね、よかったね。なんか別に1回目でね、すごい変わったってわけじゃないけど、ね、うん、リラックス効果はあるね。リラックス効果？うん、なんかやってる間。リラックス効果？リラックス効果。お昼の後だったからかわかんないけど、眠くなった。ね、やっぱ通うといいらしい。刺すときはチクッて痛いぐらい、ちょっとね、痛いんだ、一瞬ってやられるぐらい。え、写真のさ、 0.3 の写真でさ、のが痛いよ、ちょんって。あ、そうなの。が痛い、うん、ちょっと痛い。そう、でもまたなんか機会があったら行こうかな、続けて行ってみようかなって感じです。はい、ということで今日は姉妹の日常をお届けしました。
閉めちゃった。